こんにちは、2月の1日月曜日の日帰り竹部でございます、えー。月変わりまして、本日第1日目の日帰り竹部でございますが、まあ、今月もよろしくお願いしますというところで合わせて、えー、今回はまた資料を持ってなんでございますが、この本日第1日目の東京市場、まあ、かなり凪相場だったのかなというところでございます。でまずは えまあ実際のチャートでございますのこうした動きドル円相場においては121円台の前半での値動きと値動き収支というような形でございました日経平均株価は1万7000円台の後半えなかなか1万8000円水準までは抜けきれないよねというところでございましたがドル円相場の方も121円台のミドルまでちょっと超えていくことができなかったというところなんですがじゃあこうした まあちょっとなぎというんでしょうかね、様子見というところの背景というのは改めてでございますが、こちらでございますね、えー、先週の金曜日でございますが、 えー、未体験のマイナス金利とお銀行と日銀の支 c 銀行と日銀の間でのおまあやり取りでございますけれども、当座預金に受けます不利金利撤廃まあちょっとこの辺の話をすると長くなりますし難しくなるんですがまあや,やり取りについてはですねぜひ、えー、記者会見の模様が日銀のサイトに出ております、えー、こちらの方をご覧になっていただければと思います、えー、量質そして今回はまあ金利を加えての三次元攻撃と組み取れる内容で、えー、これ会見よし出ているわけでございます こうした手法においては金曜日の、えー、菅官房長官の記者会見非常にシンプルにおっしゃっています目標数値に向けての新手法なんだと、えー、まあ当然、金融機関に対する収益の圧迫があるかもしれないというところではモニタリングしてますよとそしてまあこうした措置、えー、強い意思をくみ取りましたとそして2017年の前半まで、えーまあデフレまあ、2%に向けてのインフレ成功、まあ、ちょっと後ずさりしたけども、えー、経済政策は、まあ 不変なんだろうというところで、まあ、大きくまあ、応援をしているというところがご覧になれるかと思います、えー、こちらの首相官邸のサイトでございますさてじゃあこうした動きがありましたけれどもちょっと改めてでございます1月の相場はどういった動きだったのかそして2月はどういった動きにとして読み取れるのかというところで今回のタイトルはこちらでご案内させていただこうかと思います 1>, 1月の通貨投落で2月読みとういうタイトルでございますが、一番上昇したのは何ですか要は上がったのは何ですかというところでございますが、ユーロポンドでございます。 えー、まぁ、あ、ユーロの買い戻しというのが非常に強く含んだ経緯というのは、これ、ユーロ追加の追加緩和。まあ3月に向けての追加緩和というのがございましたけども、ちょっとこちらの方が、えー、まあ、まあ、弱、まあ、持ち直しというんでしょうかね、交代したという言い方なんでしょうかね。まあ、もちろん今後でございますけども、えーまあ、今日月曜日でございますので、今週の各指標の方もご案内させていただこうかと思いますけども、 まあ、雇用の関係だとか、そうしたところ、まあ、ユーロ圏の金利先安感が少し後退したのかなと、まあ、そうしたところでは、まあ、欧州株の上昇っていうのも特につ、えー、まあ支援してくれたのかと思いますが、それと相まって、英国中議まあ、カーニー総裁のご発言などもそうなんですが、 年内の利上げの可能性というのがかなり低下したというところが、まあ少し対ユーロでのポンドを下落というのがまあ非常に顕著だったのかなというところかと思います。えー、そうしたところではポンド円などもこれ下落したままという言い方になるんでしょうかね。えー、まあそうしまあ本来は、 喜ぶべきなのか、喜ばないべきなのか、難しいところではございますが、日銀がマイナス金利を導入したものにおいてもですね、実はこれ、えクロス円、全般的には、前月比で比べた場合は大きく反転したわけではないというところが、これ、改めて見れるところでございます。そうなりますと、今後でございますが、英国中銀の金融政策、まあ、経済見通しなどがまた弱気なようですと、 やはりちょっとポンド、こうしたところでは押し下げの要因としては警戒するべきなのかなというところが、ま,あ、まだまだ継続しているというところ、まあ、この辺がポンドの動きでございます。そしてもう一つでございますけど非常に注目というかちょっと警戒をしたいのが、まあ、トルコ円などもですね、ちょっとこの辺は非常に弱含んだところがございましたね。ちょっと とこの辺も上値が重かったというところなんですが、もう一点、えー、こちらの方は資源国通貨というところではニュージーランドドルがやはり弱かったというところでございますね。えー、こうしたところではまあ5ドルなどもそうなのかもしれませんが、通貨安をもってして輸出成功を高めるという姿勢、グレンウィラーさんにおいてはつい先日、これ FOMC が終わった後でございましたけどもね、えー、利上げ、えー、というよりは、 どちらかというと緩和サイクルの方を強含んでいるというような示唆の内容の方がやはりニュージーランドドルを弱含ませてしまったというところは2月においてもちょっとこうした傾向はですね中国の動向、特に資源国通貨のその今宿命なのかもしれませんが5ドルも、まあ、そうじてオセアニア通貨という言い方でしょうかねその他、ランドもそうですしというところだと思いますが中国のお市況 人民元の先安感はまだまだ消えてないよねというところでは、えー、景況感にはかなり振り回されるもちろん、えー、原油の動向もそうなんですがそうしたところでは、えー、今般ちょっとさえなかった中でも資源国通貨などを中心とした動きというのは2月の読み方としてはまだまだ原油動向ないしは中国動向をこうしたものにですね大きく振り回される可能性が強いんじゃないかなというところでの2月読みでございます。 さて本日は月曜日でございますので、月曜日のテーマというところは今週の重要指標、ちょっと改めて考えてみたいと思います。まずは本日2月の1日でございますけれども、本日からでしょうかね、アメリカのアイオワ州、党員集会、こうしたところで民主党、共和党の両党候補、正式に候補者選びが始まりますので、アメリカ市場の方向性というところではちょっとこれ意味が違うのかもしれませんが、ヘッドラインニュースなど、 ちょっとご注意をしていただければと思いますのが本日2月の1日でございます、えー、そしてその他でございますけども米国においては ISM 指数の方がございますでこちらの方は、えー、12月の実績から比べるとですね、まあ、ちょっと強含みというところでは、まあ、上回る可能性が出ておりますが、えー、市場予想と、まあ、あまり乖離していない分だけコンサルバツブに終わってくる可能性があるのかなというのが本日でございます 続きまして、2月の2日です。こちらの方においては、オーストラリア準備銀行の経済指標、経済指標の中でも一番のポイントとなります。RBA、えー、オーストラリア準備銀行の金融政策会合がございます。やはりですね、現状維持の予想というのがほとんどでございますけれども、国際商品指標の まあ、低迷というところではです、ね、まだちょっとさえない、えー、ただしそうしたところでは5ドル安を、まあ、かなり望んでいるのかなというところかと思います、でポイントはですね日銀によるこれマイナス金利の動きというところにおいて5ドルがどの程度まで大円で強含んでくれるのかどうかというのが、まあまあ、ポイントになってくる、まあ、当たり前なのかもしれませんがポイントになってくるというところでございますので、非常に慎重な値動きというのがですね12時半、明日2月 2の2日でございますけれども注目されるのかなというふうにして見ておりますさてじゃあこのえ5ドルの流れでという言い方をしますと2月の3日でございます、えー、早朝におきまして5ドルもそうなんですがニュージーランドドルもそろそろポッポッポッとオセアニア通貨が非常に注目される朝なのかなというふうにしてみておりますのが2月の3日、えー、水曜日でございます特に貿易収支なんですけれどもね こちらの方が、どの程度までマーケットが今改善要素出ておりますけれども、このやはり5ドル安というものが、先ほど RBA の声明文などともこれ前後するんですけども、どの程度までこうしたものをえまあ良しとするというところで5ドルのセンチメント、特に対中国などでの動きというのも、これ10時45分のサービス部門の勾配、PMIC 数などとも前後して、ちょっと午前中でございますけれども、2月の3日、 オセアニア通貨を中心とした動きになってくるのかなというふうにして、まあ、警戒して見ております、えー、そして夜になりましてオートマチックデータプロフィッシングアメリカのこれ民間指標の方が発表されますがここ最近ついた新規失業保険申請件数なども、えーまあ、非常に,改善さ、まあ、非常にち雇用の改善という非常に力強いというところでございますがさて果たしてでございますがこれ、えー、1月ですよね 寒いというところで、やはりまあ雇用のところでは、ちょっとこれ、どの程度までまあ弱含みが出てますけれども、この辺がちょっとかなりぶれてくる可能性がございますので、逆にですけれども、ちょっとこれ、強含みのところで、下回り、20万人下回り、19万人ぐらいが市,市場コンセンサスで出ておりますけれども。 まあ少しでも強い数字に出るとおお、これはすごいなというようなところで2月のこれは週末でございますけれども雇用統計2月の5日の雇用統計につながるような期待感となってまあドルがかなり買われてくる可能性が2月の3日あたりから出てくる可能性があるということでご注意いただければというふうにして思います。日の日でございますけどもこの日は えーまあ、スーパーサーズデーとまで言うとちょっと大げさかもしれませんがバンクオブイングランドの金融政策会合が、えー、を中心として21時から多数控えておりますのでこの時間帯は、えー、ポンドの動きというのが特に警戒されるというところでございますでこれと相まってでございますがタイ・ベイドルとの綱引きもしくはタイ円との綱引きというのが2月の4日木曜日は、えー、特に警戒されるというところかと思います そして2月の5日でございますが、先ほど申し上げました通り、米国の雇用統計がメインイベントとして今週は控えているというところでございますが、新規失業保険申請件数や先ほど申し上げましたオートマチックデータプロフィッシングなどと測りながら、20万人以上、まあこの辺から19万人が市場コンセンサスで出ておりますが、この辺水準から大きく離れなければ、まあ3月に向けての まあちょっと3月は期待持ちすぎかもしれませんが、利上げ継続には、まあ雇用の観点では十分、えありだよね、と、ういうような形になってくるかと思いますが、どの程度まで、 例えば現状121円台の前半でございますが122円、123円という,ような形でどの程度までドルブルの勢いが強まってくるのかちょっとこの辺は非常に微妙なところかなというふうふにしては思いますが3月の利上げに向けた2月は FOMC ございませんが3月の利上げに向けたどの程度まで雇用の面から支援が出てくるのかというところがドルセンチメントとしては図られる重要な指標というふうにしてみております。ななおこの日はですねガチンコ雇用統計がなんと 20回記念拡大版というところでございますので、前倒しで開始させていただきますのが、私、武部と遠藤さん、田代さんでのガチンコ雇用統計でございますので、今週末はですね、ぜひお楽しみにしていただければというところが、今週末2月の5日、金曜日の雇用統計でございます。 さてで今週でございます、2月の第1週でございますけれども、来週からですね中国勢、チャイニーズ系の市場参加者は春節、旧正月ということで、お休みになってくるところでございますので、今週末に向けてはポジションの調整の動きというのがちょっと強まってくるのかなと、そして、まあ、レポーなども含めてなんですが、市場に対する供給性を中国人民銀行などが強化するのかなというところも、ちょっとですね、10時15分の人民元の工事レートと、 合わせて、そしてまあ中国の指標は今週はちょっと一回ぐらいしかもうないですけれども、えー、そうした動きとですね、ちょっと合わせて。 オセアニア通貨そして大変、えー、この辺の動きというのはちょっとご注意をしていただければというところかと思います、えー、繰り返しになりますがチャイニーズ勢がお休みになるということでは今までのポジションの巻き戻し縮小、えー、そしてまあ傾きすぎていたものに対してはベンチャーエントリーをしてくる可能性もというところではちょっと激しい動きを週末に向けて見せてくるかもしれませんので十分ご注意していただければというふうにして思います以上2月の1日月曜日の日替わりたけべでございました